新潟県道4号新潟港横越線は、新潟県新潟市中央区から東区を経由して、江南区に至る県道である。起点の中央区から東区までの区間が未共用なので、実際の道路は東区が起点となっている。新潟市民には赤道の通称で呼ばれる。新潟市東区、東県町付近、バス停名に赤道表記が見られる。 新潟市港南区横越中央付近新潟市の東部を南北に貫く幹線道路で新潟市の重要路線の一つである東県町からボタン山付近にかけての工業地域周辺の区間が建設された当初周辺の化学工場から硫酸の生成過程で出た硫黄石の燃えかすが舗装材として提供されこれを使って舗装された この萌えカスは酸化鉄を多く含有していたため、舗装された路面が赤サビ色となり、赤道の通称がついた。現在は平和町交差点以南のほぼ全区間を指して、赤道と呼ばれる。起点から東区林港町二丁目交差点の区間が未共用である。片側一車線で、新潟火力発電所、輸送所など、新潟港西港区の工業地域とその東側の、 住宅地を縫うように走り、国道113号と交差した後、伊南の横越し交差点までの区間は片側に車線となり、工業地域、商業地、住宅地、農地などを抜けながら、東区富士県地区の東県庁交差点で、市道山の下東港線、道区木戸地区の赤道十字路で、県道3号、竹尾インターチェンジで国道7号新潟バイパス。 石山地区の中野山交差点で、県道290号、江南区大鉱山地区の丸山交差点で、県道16号など、地域東西を結ぶ、幹線道路と交差してゆく、道区横越地区の中心部で、県道586号と交差すると、避南は再び片側1車線となり、国道49号横雲バイパスと交差する、横越上町交差点に至る。 上町以南は、市道となり、木津交差点で、県道247号と交差する。県道に指定された当初は、赤道十字路より、北側が、一般県道新潟高架軌道線、南側が、一般県道新潟横越線と二路線に分かれていた。後に、竹尾インターチェンジを境に、北側が、一般県道新潟高竹尾線、南側が、 一般県道横越新潟線に指定変更された後、さらに2路線を統合した上で主要地方道に指定変更され、現在の路線名となっている。工業道路として整備された竹尾インターチェンジー北は、早くから片側二車線化が行われたが、IC 以南の石山地区から横越地区にかけての区間はかつて整備が進まなかった。特に白新線の新潟創車場構内は、 長大な踏切を横断する必要があり、また片側1車線や単車線の区間が多いなど道路構造上のネックが多く、石山、横越地区や周辺市町村の宅地開発進捗による人口増加とそれに伴う通行量増加や、国道49号と新潟バイパスとを短絡する経路として使われるようになったことなどから、渋滞や速度低下などの交通障害が、 慢性的に発生していた。これらは1980年代から順次改良が行われ、白新線の踏切はアンダーパスとなり、また、竹尾以南の区間は2000年に片側2車線化を完了。新潟市東部の幹線ルートとして、現在に至るまで機能し続けている。国道113号と交差する平和町、交差点以北の区間は、新潟港トンネルを介して、 中央区の新潟東側と東区側を連絡する臨港道路入船臨港線へ直通しており、道トンネルを経由して新潟東北東部や新潟市水族館マリンピア、日本海方面などへ直通できる。また2007年5月、大鉱山地区に新潟市中央卸売市場が移転したことから、同市場への物品輸送ルートとしても機能している。ただ、 赤道十字路から石山にかけては、右折車線など、通行区分の整理が進んでおらず、特に、竹尾インターチェンジ下は、直進車線が1車線しか設けられていないため、ボタン山石山倉庫間の通行車両にとっては、少なからず障害となっている。こうしたこともあって、竹尾インターチェンジ周辺では、朝夕のラッシュ時を中心に渋滞、速度低下が慢性的に発生している。 加えて IC 周辺には交差点が単間隔で連続して設けられていることなどから停止車両への追突、右差切時の衝突などといった交通事故が発生しやすい。事実2008年には計18件もの事故が発生したことから日本損害保険協会は同年の交通事故多発交差点新潟県ワースと1位として運転者に注意を呼びかけている S 道路法第56条の規定に基づく主要な都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省国示代1270号建設省ありがとうございます。